どうも、ジャです。はい、ということで本日はですね、まあジャニーズ大変ですよね今もうなんか連日連夜と言っても過言ではないぐらい、まあなんかもう常に自分の推しが次どうなるかわからないハラハラにさらされてる状態みたいな感じで、なんかもうすごくね、こう対処とかも連続してるし、まあジャニーズ事務所母体自体のなんかすごいこうね、まあジャニーさんの問題とかもそうだし、まあ事務所の今のねメリーさんの話もそうだけど、ものすごいこうざわざわしてるじゃないですか。もうね、少なくとも僕は疲れてますよ。いろんなこう記事とかが出ても、ああはいはいはいみたいな、なんかちょっと数年前だったら、やばくねみたいなさ、ちょっとこう、なんだろう、踊らされてた部分とかもあったんですけど、なんかもう、それが、なんだろう、連打しすぎてて、なんか、キムタク離婚とか聞いても、まあ、ないんじゃないぐらいに思ってます。まあそんなこんなでね、こう皆さんもね、結構記事に対しての耐性とかがついてきてる今日この頃だとは思うんですけど、まあそうはね言いつつも、やっぱり人なんで、こう憶測とか予測とか、まあもっと言うと未来のこう予想とか、なんかそういうところって気になるじゃないですか。でね、まあちょっと僕はね、考えました。ジャニーズ事務所の予測っていうところを記事以外のところで何かできないのか。そう、チャット GPT です。はい。まあ、ちょっとね、回りくどい感じの前置きになってますけど、今日のタイトル発表したいなと思います。ジャニーズ事務所の未来をチャット GPT で占ってみた。いやーもうね、思いついた時に、まあこの企画ギリギリだなっていうふうにめっちゃ思ってるんですけど、皆さんチャット GPT ってご存知ですか？まあね、結構もうね、最近ニュースとかでもやってるので知ってるよって方も多いとは思うんですけど、まあこのね、チャット GPT 要は何かっていうと、めちゃくちゃすごい分析 AI なんですよ。で、これはね、その海外のオープン AI 社っていうところが作った AI なんですけど、まあこれ何ができるのかっていうと、例えばジャニーズ事務所って何っていうふうに聞くと、まあそれをブワーってものすごい分量で回答してくれるみたいな感じなんですよ。なんでちょっと今ね、実際に一回やってみたいなと思います。まあこんな感じで、こういう風にね、こうまあ全編英語で結構難しそうな感じなんですけど、日本語対応しているので、まあここに例えばジャニーズ事務所で何って聞きますと、でこれをね、送信みたいな感じですると、ドゥワーって、まあジャニーズ事務所は日本の芸能プロダクションで1958年にジャニー喜多川によって設立されました。はい、スマップ、嵐、カットゥーン、平成ジャンプ、キングアンドプリンスなど数多くの人気グループを輩出してきましたみたいな感じで、もう今もうズワーって回答してくれるみたいな、これがチャット GPT なんですよ。まあなんでちょっと今日はね、このジャニーズ事務所の今ね、ごたごたいろんなことがあって、次どうなるのかっていうところがね、やっぱ僕たち知りたいじゃないですか。まあなんでそれをもうチャット GPT っていうものすごい分析 AI に全部聞いて、まあそれがどういう風に回答するのかっていうところを、今日はちょっと見ていきたいなと思います。まあなんでね、ちょっと本当にさっきも言いましたけど、めっちゃギリギリの企画だと思ってます。なんかちょっとふざけてるのかとかさ、本当におちょくるなみたいなコメントがまあ来るかなとは思うんですけど、まあやりたいのではい。まあ、本当になんか、エンタメの一つぐらいな感じのニュアンスで、まあ、受け取っていただければな、というふうに思います。ということで、そんな感じで今日も動画、最後までぜひご覧ください。さあ、ということで、それでは、まず、最初に聞いていくことは、ジャニーズ事務所の未来はどうなるのっていうところを、聞いていきたいなと思います。まあ、今ね、メリーさんが社長っていうところの立ち位置で、まあ、本当にまあ、いわばちょっとワンマンみたいな感じの雰囲気じゃないですか。で、まあ、それに伴って、いろんなね、こう、グループだったりとか、タレントっていうところが、まあ、対処が続いていて、で、まあ、ジャニーズ事務所ってこれからどうなるのとかさ、大丈夫なみたいなところがあると思うので、チャット GPT に全部聞いていきたいなと思います。では、いきますか。どうなるのね、これどうします、もう潰れますみたいなまあね、 AI なんで、まあ、ある程度の予測みたいなところもできると思うんですけど、これからどうなるのかっていうところを、まあ、リアルに算出していただきたいなと思います。まあちなみに話なんですけど、これ AI なんで、もしかしたら回答できないとか分かりませんみたいな感じで返ってくる可能性もあるんですけどね、ある程度分析ができて頭のいいチャット GPT なんで、ある程度の回答が返ってくるんじゃないかなとは思います。それでは行きましょう。ちょっと怖いですけど行きます。はい。うわ、
マジか。じゃあ読み上げますね。現在ジャニーズ事務所は創業者であるジャニー喜多川氏の訃報を受け、新体制の移行を進めています。これ合ってますね。でジャニー氏が長年にわたって育ててきたアイドルたちは今後も活動続けていると思われますが、今後の事務所の展望については不透明な部分もあります。確かにね、マジでそうですよね。なんかこうジャニー事務所の今までの感じ続けていくのか、はたまた新しい方に行くのかっていうところは結構不透明なところですよね。近年社会的な動きとして芸能事務所のアイドルの労働環境についての議論が活発になっています。まあ確かにね、まあこう働きすぎとか芸能界言われてます。でジャニーズ事務所もアイドルたちの長時間労働やプライバシー侵害などの問題、まあ指摘されてますね。なんかこうやらかしとか追っかけとかのことですよね。で今後の事務所はこれらの問題を解決し、より健全な労働環境を整備する必要があるでしょう。またアイドル市場が多様化している現代、ジャニーズ事務所がこれまでのように大規模なアイドルグループを育成しマスメディアを、席巻するようなことができるかどうか疑問視されています。まあ確かに。でまあ最後に総じて言えることは、ジャニーズ事務所がこれからどうなることかは、まだ不透明な、状況にあることです。しかし芸能界に、多大な影響力を持つ事務所であることは間違いありません。確かにねこれおもろいな。まあね、最終論としては分からんっていうところなんですけど、まあなんかその中身の部分とかさ、このジャニーズ事務所はこれからどうなるのって聞いただけでこんだけの分量を返してくるんですよ。チャット GPT やばくない？いやーなんか怖えな。こんな感じでなんかこうまだ怒ってないみたいなところをさ、 AI がもう全部出しちゃうみたいな未来もまあそう遠くないのかなっていうふうに思ったりしますねさあということで、次はちょっとねさらに踏み込んだデリケートなとこ行きたいなと思うんですけど、皆さんも気になってるんではないでしょうか。 King&Prince は最後ラストライブがあるのかどうなのかっていうところ、これねあんま触れん方がいいっすよねまあなんかこれはね、どの道僕は動画で話したいなと思ったんですけど、東京ドームがそのね King&Prince の今のねあの3人が脱退する近くのところで、まあ一つね一日空いてる日があるみたいな、だからそこでこうラストライブが5人のところでね最後あるんじゃないかみたいなことが今めっちゃ言われてるじゃないですか。でまあなんかそのある派ない派論争みたいなのもまあ事実あって、まあなんかないっていう人はまあそんなねこうギリギリであるわけないだろうみたいなことを言ってる方もまあもちろんね、こうめちゃ冷静派だと思うんですけど、まああるし、まあ、逆にそのあるっていう方は、まあ、その毎月ねこうキンプリに会えるみたいな企画のところの5月がまだ発表されてないじゃんとか、なんか結構そのなんだろうな望みっていうところがある。まあこれもなんか僕は別あると思うんですよ。まあ、だから本当にこのあるなし論争のところを一回チャット GPT に聞いてみようっていう。まあなんかね別そんなね AI に聞くみたいなことせんでええやんっていう話だとは思うんですけど、まあさ気になるじゃないですか。まあ僕個人としてはやっぱりあの5人最後のやつが東京ドームであってみたいな、なんかそれぐらいこうなんかしっかりこうバーンってなんかさ一個なんか区切りつけないと、なんかその2人としてもなんかさこれからキンプリでやっていくみたいなところのこうスタートダッシュもさうまく切れないんじゃないかなとか思ったりもするので、うん、僕はある派なんですけどね、ちょっと聞いてみたいなと思います。ちょっと解像度を上げるために5月にとか入れときますか。5月にあるの聞いてみます。これまあ本当にどうだろう、分かりませんって出てきたら本当に分かんないっていうか、まあ、最後に希望をみたいなところですよね。いけ、え、うわ、え、どういうこと？え、俺が知らないだけ？どういうこと？現時点、2023年4月8日で King&Prince のラストライブが5月に行われるという公式発表はされていません。ただし2023年5月に予定されているキンプリのコンサートツアー King&Prince コンサートツアー2023笑顔とともにが最後のツアーとなることが発表されており、その後の活動については明らかにされていません。したがって現時点でキンプリのラストライブが5月に行われるという情報は正確ではない可能性があります。最初の情報については公式ウェブサイトや SNS などで確認することをお勧めします。まずこれちょっと整理したいんですけど、ないっていうことですよね。今まだ発表されてるっていうところはないから、その5月時点で今行われるかどうかっていうところは公式発表されてはいないよっていうふうにまず前段として否定してる。ただ5月から予定されてるキンプリのコンサート笑顔とともにが最後のツアーになることが発表されておりっていう、このなんだろう矛盾が発生してますよね。であとプラスこの笑顔とともにっていうツアーは何？
え、これ俺が知らないだけ？いや、ないよね。やっぱないっすよね。だからもうチャット GPT も困ってるか、これが未来かっていう。最後ね、従って現時点でキンプリのラストライブが5月に行われる情報は正確ではない可能性があります。最新情報はまあチェックしてねっていうことらしいので、まあね、どうなのかっていうところであるんですけど、でもなんでこの2023年ライブツアー笑顔とともにが最後にツアーが発表されておりっていうのを、なんでチャット GPT が導き出したのかっていうことですよね。これ問題って、本当にチャット GPT ってめちゃくちゃさ、いろんなところからもう情報をグワーってやってもバーンって答えを出すものなんで、どっかにあるっていうことなのかな、その情報っていうのが。いや、なんか怖、わからんけど、なんかチャット GPT だからあながち嘘すぎるみたいな否定もちょっとあんまりできないところであるんですけど、すごいねこれ。じゃあちょっとね、この流れで平野翔くん、神宮寺裕太くん、岸優太くんのちょっとこれからのところも聞いてみますか。あんまりこうふざけてやるというか、なんかこう楽しくエンタメでっていうよりは結構都市伝説みたいな。いや、これ本当に平野翔くん、岸優太、神宮寺裕太、どうなるのっていうことですよね。はい、これ怖いな、本当っぽいのが出てきたらやめる？怖っ。いきます。はい、わかりませんで出てこい。あー、なるほど、そういうルートね。なるほど、平野翔、岸優太、神宮寺優太のジャニーズ事務所退職についても現時点の明確な情報は公表されていません。うん、ただし彼らはジャニーズ事務所に所属していた期間中多くのファンを獲得し、音楽やドラマなどの分野で活躍してきました。退職後も彼らが才能を発揮し自分たちの道を歩んでいくことが、期待されています。これらのタレントたちは今後ファンから支持を受け続けることでしょう。なんかすごい平和的な回答ですね。 AI でも分からんことは分からんって言うけど、プラスアルファでこの3人というか、この King&Prince 自体が多くの人たちから愛されていきましたよねみたいな、だから今後もそういうところをまあ続けていくんじゃないですかっていう、なんかこういわばちょっと人間的ないし日本的な、そのなんかフォローの入れ方みたいなのをしてくるの怖くないですか。この流れで聞いてみる。タッキーはどうなるのとか、移籍するジャニーズはいるの。これもなんか結構平和的な回答返ってきそうだな。違う、すごい違うのが出てきたぞ。最後に嘘すぎるのが出てきた。2021年2の時点でまだちょっと違いますよね。滝沢エンタープレイスよかった、 2B で。はい、ということで本日はですね、チャット GPT に今ジャニーズ事務所で今起きているゴタゴタ的なところを、ちょっと聞いてみたんですけども、なんか生実家あってそうな回答が来てすごく怖かったです。まあとはいえね、なんかこんな感じで今日は AI に聞いてみるみたいな企画っぽくしましたけど、まあ正直あと1ヶ月ぐらいですよね。もう正直キンプリがまあ例えばね、あの退所するとかもそうだしね、ラストライブがね4月5月のところで行われるのかみたいなところも本当にもうキンキンのうちで答えがどんどん明らかになっていくのかなとは思います。まあなんかそれがどうなるのかっていうところは、まあ正直気になるけど不安とかには思ってないだし、不安に思わなくていいのかなとは思いますね。まあ、キンプリっていうのはあくまでアイドルで楽しむのが本当の意味のところでの存在価値だと思うので、キンプリが最後どういうことしてくれるのかっていうところにワクワクしていきたいっていうふうに僕は思ってます。そんな感じ。はい、なんかいろいろ思われた方いると思いますけど、まあチャット GPT がすごいよっていうところがあるんで、まあぜひちょっとなんか、はい、いろいろ皆さんも聞いてみてください。ということで、そんな感じで今日の動画は終わりだと思います。また次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。